かでしょう。はい、今日は三者凡退というのがなかったんで、いいリズムで、打者の方に悪くなかったね、もう前に持っていけなく、いいリズムを持っていけなかったんですけど、中村さんが、ホームランを打ってくださって、勝つことができました。中村雄二さん、藤井さん、ノーアウト1塁2塁のピンチもありました。あの場面はどんな気持ちで投げたんですか？でも面白い。いや、ピンチの時こそ、冷静に行って、中村さんのリードを打って助けられました。中村も内山も改めてですけれども、中村選手のリード、そしてあのスリーランは今日の勝利にどんな力になりましたか？いや、もうホームラン打ってもらってからすごい気合がなりましたし、高橋刑事後半勝つのも、いや、いいと思う、嬉しいです。何高橋来てないの？ゴールスター前最後の登板で今日各隊に後半戦に向けてはどんな意味があるでしょう？いや、本当はもう1人ぐらい投げて、投げたかったんですけど、球数が多いので、すぐ変えられてしまったんですけど、本当に、まあ、それなりに、自分のピッチングができたかなと思いますし、後半戦に向けて、30代、40代、またしっかり調整したいなと思っています。それでは今日も満員のお客さんが来てくれました。最後に力強いコメントで締めてください。暑い中、熱いご声援ありがとうございます。この個人戦もさ、文教大学まで入れてさ、満員って立派だよ、普通に役力。これからさらにさらに勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ナイスピッチング、高橋健二投手さん、ありがとうございました。それでは入れ替わりましたね。さあ、2日連続で試合を2日連続満員のお客さん出の前のヒーロー、今どんな気分でしょう？いや、まさか2日連続でここに立てるとは思ってなかったので、本当に良かったです、はい、4回の逆転劇、青木さんのヒットからでした。改めてあの猛攻を振り返ってください。猛攻でした。はい、つない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 で、回ってきましたし、なんとか今日は顔じゃなくてバットに当てて点取れるようにと思って必死1回つきました。逆転スリーランの感触はどうだったんですか？いや、あまりこうホームラン打つタイプではないんですけど、今日のバッティングは本当に打った瞬間開いたなっていう感じで、このホームラン最高や、はい、良かったです。お隣の高橋奎二投手から感謝の言葉がありました。中村選手から見てはどうだったんでしょう？今やろ。高橋投手のピッチングはどう感じました？いや、今日もこの暑い中一生懸命投げてくれました。雑。さあ、明日も活躍して期待するファンの皆さん、今日も多いと思います。最後に頼もしいコメントで締めてください。お願いします。すみません、今日また個人事であるんですけれども、うちの親父の慰安旅行、今日帰りまして、帰っても多分テレビで見ててくれたと思うんで、いい報告ができたと思います。また明日オールスター前の最後の試合です。2連勝できたんで3打でできるように頑張りますんで、明日も暑いよね、よろしくお願いします。ゲームが始まってきましたよ。この前10ゲーム。そう。明日が9。阪神が負ければ。これまだ諦めてないから。でも阪神。